こんにちは、こんばんは、ボナーチャンネルやです。ボナーボナー、本日もプロスペース実況頑張っていきたいと思います。ということで本日はメインと無課金とどっちのねアカウントも使って企画やっていきたいと思います。はい、本日やっていくのはですね、まあ少しちょっと遅くなってしまったんですが、メインアカウントの純正最強決定戦、こちらのね最終順位、お伝えしたいと思います。かなり意外なね結果になりましたので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。それとですね、TS 第6弾のネットスタジアム、こちらのね累計が無課金の方で終わりましたので、こちらもいつも通り引いてねいきたいと思います。それでは2つ連続でやっていきましょう。さあ、ということでまず最初はメインアカウントの最強決定戦、こちらの最終順位をお伝えしたいと思います。まあもうね隠すことはないので、もうさっと見せたいと思います。それでは結果こちらです、どうぞ。はい、ということで最終順位199位でした。いや、まさかですよ。2019シリーズ2の去年のね、あの年末のやつの方がね明らかに力入れてたし、お前頑張るぞって感じやってたんですけど、でその時は200何位だったんですね。まさかの最高順位を取ってしまいました。まあこれね、ちょっといろいろ要因をね考えてみたんですけど、今回オーダーをね組んだじゃないですか。あそこのオーダーとベンチ外の選手は一回も変えませんでした。ただベンチ内でめちゃめちゃねやりくりをしたというか、まあ主にですね、ベンチ内とはそんなにやってないんだけど、打順の入れ替えをねめちゃめちゃしたんですよね。というのもですね、まずこれ今打率順でね見てもらってるんですけど、今回ね、もうなんでこの順位いけたかっていうと、まあ打ちましたね。平均してね、打率ちょうど3割なんですけど、いやーもうめちゃめちゃ打ったね。もうほんとこれのおかげで、勝てたと言っても過言ではないんですけど、まあ今回ね、まあ最初にも言ったように、スピリッツよりはね、能力重視でオーダーを組みますという感じだったんですけど、まあその中踏まえてもですね、この打率を目安に打順を組み替えまくりました。で最初は調子が良かった選手も、まあ後になって少々落ちてきたらすぐね下位の打順に落としたり、もう調子いい選手をもうできるだけ前で使うっていう方法をねやりましたら、まあ結構いい感じに回ってくれたのかという感じなので、次回もですね、まあ、能力優先しつつ打率を見ながら変えていく作戦でいこうかなと思います。それとですね、ピッチャーも同様にですね、まあ今回は防御率を、目安にですね、中継ぎと先発入れ替えたり、まあいろいろしましたね。で、菅野投手が最終的には先発では一番いい数字かななんですけど、菅野投手最初の方5番目に押してたり、高橋選手が途中まで1点台だったり、まあいろいろあったんで、もうここの順番も結構入れ替えたりしましたね。で、デラオサ選手が最初からずーっと不調だったんで、すぐ中継ぎ4番手にさせたり。まあ順番変えるのがもしかしたら結構いいのかもしれないですね。で、結局一番防御率が良かった中川選手を途中から、抑えにして、まあ、いい感じに回ったのかなと思います。ということでね、今回199位という、まあ、素晴らしい順位にね、まさか本当にこんな育成ぐらい、育成の調子とかね、選手も全然集まってないかね、ない中でね、いけると思わなかったんで、いや、本当に嬉しいです。今年の年末のね、シリーズ2の方の、最強決定戦ではね、もうさすがに特殊能力マックスにしようかなと。240ちょいぐらいでね、ずっと戦ってたんで、やって、まあ、ベスト100をね、目指せたらいいかなと思います。ということで、メインアカウントの最強決定戦の報告でした。続いては無課金の累計契約書引いていきたいと思います。はい、ということで無課金の画面やってまいりました。で、ちゃんとね撮ってますよと。意外とエナジーわったね。別になんかギリギリに合わせてもよかったんですけど、ちなみに今残りね10時間ぐらいかなということで、朝5時に撮影してるんですけど、まぁ、ちょっとギリギリまではできないということで、早めに終わらせましたよということです。で、久々にちょっとね無課金フルオーダーを見せたいと思います。はい、こんな感じです。一応ロペス選手がベンチ入りしたことによって、もう完全に投手野手含め全員 S 以上になりましたね。ベンチ枠にもですね、一応限界突破2の中川選手とか、限界突破1の太田選手とか、まあ、結構ベンチもね S ランク揃ってきてますという感じです。ただね、まあ見てもらえると分かるんですけど、ファーストがね、鈴木大志選手だったり、まあ極みなんで、まあちょっと無理やり使ってる感はあるんですけど、
まあ、ショートセカン源田選手、山本選手でね、まあ、守備型オーダーメインになってるので、もうちょっとね、打てる選手が欲しいかなっていうのも、まあ、ちょっとありますね、正直。グラシアル選手がね、あともう一回限界突破すればファーストで使えるんですけど、ちょっと限界突破優先のね、選手をやっぱ使いたいかなという感じで、今このオーダーになってます。まあ、能力メインかな。で、ピッチャー陣なんですけど、ピッチャー陣こんな感じで、先発陣のね、限界突破が結構進んでていい感じかなと思いますが、まあ、抑えがね、メインのジョンソン選手なんですけど、まあ、ジョンソン選手はね、中継ぎで、まあ、抑え適性があって入れてるという感じなんで、まあ、ちゃんとした抑えの選手がちょっと一人欲しいかなというところはありますね。先発陣は結構、いいんじゃないかと思います。で、ベンチも見るとですね、ベンチにも結構こう入ってて、宮本選手なんか限界突破2にね、できるんで、まあいいですよね。高橋選手も限界突破2で入ってます。うん、結構無課金もね、強くなってきましたね。スピリッツも7万5000を超えたので、なかなかいい感じなんじゃないでしょうか。オール極みとかにするにはまだまだ遠いと思いますけど、ちょっとね、こっちもコツコツ頑張ってるので、いい感じになってきたかなと思います。さあ、ということで、これね、普通に引いた後に自チーム、2連チャンで引いて、限界トップ2は確定してるんでね、引いていきたいと思います。それでは行きましょう。さあ、誰が来るでしょうか。朝5時に引いてますよ。さよならチャンスです。さあ、誰でしょう。さあ、誰長井選手。まあこのメンツの中で見るとどうなんですかね。楽天枠か。楽天枠はまあ鈴木大地選手が1人入ってるんですけど、いやーどうなんだろうな。限界突破2なんで、まあ一応優先的には入れてはいきたいと思うんですけど、ただね、先発だけなんだよね。中継ぎもできたらね、全然入れやすいんですけど、いやーどうなんでしょう。ちょっと難しいとこ来ちゃったかもしれないですね。先発陣ね、ちょっと揃いつつあるので、これは難しいかもしれないですね。まあまあ限界突破2なんでね、ここはまあマイナスに捉えることなくね、まあ、限界突破2の選手が手に入ったという気持ちで、今後もコツコツ頑張ろうと思います。はい、それではこの動画いかがだったでしょうか。最強決定戦ね、めちゃめちゃいい順位だったし、まあネットスタジアムもね、まあ、育成がめちゃめちゃはかどったんで、今回結構やってて楽しいね、イベントでしたね。はい。ということで今後もコツコツ頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル欄の横の通知ボタンを押していただけたら、動画があったらすぐに通知が飛んでいくので、ぜひそちらの方も押してください。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。